菅内閣は民主党と国民新党の連立内閣でございまして、今日昼間ですね、菅民主党代表、またですね、内閣総理大臣と亀井静香国民新党の党首会談がございまして、まあ、引き続きですね、連立と組んでやるということでございまして、そういったことを踏まえてですね、私、国民新党の副党首、参議院議員でございますけれども、菅内閣総理大臣より、ご紹介が今ございますように、郵政改革担当大臣、内閣府特命担当大臣、金融担当でございますが、拝命をいたしました、自見庄三郎でございます。よろしくお願いいたします。今日はですね、菅総理から、これはこの大臣3度目でございますけれども、辞令をいただくときですね、まず総務大臣と密接に連携をしですね、郵政事業改革の着実な推進に取り組むこと、それからですね、金融担当大臣としては、金融機能のですね、安定を確保するとともに、地域金融の円滑化に向けた取り組みを進めることと、こういう2つのですね、指示を内閣総理大臣からいただきました。郵政事業につきましてはですね、小泉構造改革、当時5年前の選挙でございますが、構造改革の本丸とこう言われたわけでございますけれども、そうですね、その結果、非常に脆弱になりました郵政をですね、再生させねばならないということでございます。皆さん方ご存じかと思いますけれども、260兆あったですね、郵便貯金、約10年間で90兆を減じましてですね、今は170兆ぐらいの規模になっております。時には1ヶ月1兆円のですね、郵便貯金が流出した時期もございました。それから会員保険、官報でございますけれども、これは最盛期にはですね、8500万口ぐらいございましたが、今は4000万口減りましてね、今は4500万口でございます。で、手紙はがきでございますが、この私が13年前、郵政大臣をした頃はですね、この250億通ございましたけれども、今はですね、大体50億通減りまして、大体電子メールの発展、進歩もこれありですね、200億通になっております。そういったですね、脆弱になったその郵政事業、ね、真に国民のための郵政とするための、小泉竹中改革で五分社化したわけでございますけれども、分社化の弊害というのはですね、露骨に現れているというふうに私は認識いたしておりまして、そういった意味で、ですね、今日の内閣でもですね、内閣の基本方針、菅内閣のですね、改造の後、基本方針として、政権交代の原点に立ち返るということがございます。このまさに政権交代の原点はですね、一昨年の8月の選挙でございま、8月の選挙でございましたが、あの時にもきちっとですね、6項目、民主党、当時の社民党、国民新党で、6つの公約をですね、共通政策の公約をですね、掲げて選挙戦戦わせていただいたわけでございまして、そして54年ぶりに政権交代ということが起きたわけでございますけれども、その中にもですね、もうご存じのように、この郵政事業の改革ということが入ってたわけでございまして、そういった大変重要なですね、この政権にとりましても、重要な課題だと認識しておりまして、そのための改革のための、先の臨時国会に提出して、継続案審査となっています、郵政改革関連法案を次期通常国会において、速やかにですね、成立を図るようにことが、喫緊の課題だと考えております。もう一点はですね、金融でございますけれども、これはもう皆さん方はもうよくご存じのように、金融庁の任務といいますね、金融システムの安定、それから利用者利便の向上、またですね、公正、透明で活力があるマーケットの確立ということでございますが、総理から指示がございましたように、もございましたように、中小企業金融円滑化法案、これはですね、この 2回の年度末、2回の年末ですね、いろいろな中小企業に対しまして、大変一昨年のリーマンショック以来、大変経済が厳しい状況になるというのは、皆さんご存じだと思いますけれども、その条件変更にですね、できるだけですね、応じるように努めることということが法律でございまして、前の亀井静香金融郵政改革担当大臣の時に作った法律でございますが、これをですね、各地の中小企業4団体、あるいはいろいろですね、地域の金融機関、これは東京、大阪、名古屋、あるいは福岡、仙台と、いろいろなですね、地方で意見を聞かせていただいたわけでございますけれども、これを1年間延長するということをですね、
決断をさせていただきましたので、これは次期ぜひですね、次期通常国会に提出して万全を期したいと思っています。それから金融そのものがですね、今回もご存知、新成長の戦略に入っておりまして、これをですね、このアクションプランを12月まとめたところでございますが、その実施にあたってですね、取り組みたいと、法改正を含めてですね、一括化法案として次の通常国会に、これ取引所の総合化なんかも含まれておりますけれども、これしっかりですね、この各関係省庁とも協議しつつ検討を進めていきたいと思っております。最後にですね、金融システムの安定でございますが、一昨年のリーマンショック以来ですね、もう皆さん方よくご存じのように、このギリシャショック、あるいはアイルランドショックってございますから、大変ですね、金融の分野が今、不安定でございまして、金融、そしてですね、経済、そういったことですね、しっかり、これはこの前の11月のソウルサミットでも、G20、G8、非常にですね、金融を世界でどういうふうにきちっと、安心して安定したものにするかということがですね、今、私は人類共通の大きな課題だと思いますので、金融庁のですね、そういった意味で役割はですね、まさにですね、内に向かっても外に向かっても大事でございます。日本国ですね、12年前にちょうど私も当時第二次橋本改造内閣の閣僚でございましたが、北海道拓殖銀行あるいはですね、山一証券が崩壊した時の閣僚でございましてね、その後、ご存じのように金融国会ということでも大変苦労したわけでございます。そういった意味で日本国はですね、そういった苦しみを踏み越えて、金融機関の、破綻法制というのをですね、いろいろ整備させていただいたわけでございますが、そういったことを踏まえてですね、しっかり銀行の場合ですね、金融破綻法制については、私は世界で一番完備しているのは日本だというふうに思っておりますけれども、今、アメリカ、イギリスはですね、特にこういった波にやられているわけでございますから、国際的なバランスが大事でございますから、しっかりですね、今度はこの G8、G20 はフランスが議長国でございますけれども、フランスはじめ先進国、あるいは G20 としっかり連絡を取りながらですね、やはりこの金融システムの安定のためにですね、しっかり努力していきたいと、その中心が金融庁でございますから、しっかりですね、政府の中で、また各国ともよく連絡を取りながらですね、この世界的な金融システムの安定のために、しっかり責任を果たしていきたいというふうに思っております。以上でございます。ご質問どうぞ。はい。はい、どうぞ。日本経済新聞の亀井です。はい、どうぞ。自民党時代にですね、民生民営化法案を取りまとめに関われた予算が今回入閣されたということに関して大臣のご紹介と、それとあと、民生法案早期成立を目指すということですが、ねじれている国会情勢が変わっていないわけですが、この対応方針について、一点は、与謝野大臣がですね、小泉さんの郵政民営化法案の時の政調会長で、この法案の取りまとめの責任者だったということでございますが、私も当時、自由民主党員でございまして、ね、これはもうご存じのように、きちっと今の郵政改革法案、これは先般閣議決定をいたしまして、そして、継続審査ということで、今、国会にかかっているわけでございますから、当然、与謝野薫大臣もですね、菅政権の一員となっていただいたわけでございますから、しっかりですね、この基本方針には変わりなく、しっかりですね、基本方針を守っていただけるというふうに確信をいたしておりますし、きちっとそのことは私も菅総理大臣、あるいは与謝野大臣も直接ですね、確認をいたしております。当然、菅内閣に入られる前は、そこで、いろんな意見、いろんなですね、行動があったかと思いますけれども、当然、議会制民主主義の下できちっとですね、菅内閣に入られたということでございますから、その菅内閣の基本方針をですね、きちっと受け入れていただけているものというふうに認識いたしております。じゃあ2点目は何ですか。ねじれ国会の中ですね、関連法案いかにとこういう話でございますが、これはですね、今さっき私は申し上げましたことをしっかりですね、やっぱり各党、各会派、ですね、やっぱり国民目線でですね、大変5年前と新聞の例えば社説なんかも変わってまいりましてね、郵政改革法案、これはこの放置していることは国民利益に反するというのはですね、社説もですね、有力新聞数社に渡って出ておりますので、非常にそういった意味でもですね、
やはりあの中でも、あの書説の中でも書いておりましたように、まあ、郵便局に行って局長さんに話してもですね、全然遅配誤配のことに言っても、全然別組織ですが、分社化してますからね、全然関係がないと言われると、あるいは昔であれば、まあ、共同担務といいまして、貯金、保険、郵便が一つの3事業一体でしたからね、でそういった中で、過疎地の、まあ、独居老人、あるいは都会地でも独居老人、たくさんおられますね、まあ、そこに行ったときに、昔はこれちょっと郵便届けていただいた方にね、これ貯金、郵便貯金取ってくれって言ったら、預かってくれてたんですよ。今、それは全部合分社化で別会社がありましたね、それは禁止されておりますんで、そういった意味でも非常にですね、国民目線の利便が落ちておりますんで、まあ、そういった意味でですね、きちっと三事業一体にやっていくという理念がですね、まあ、明治以来そうでございますけれども、それがやはり今出しております、金融サービスのユニバーサルサービス化とですね、まあ、共同担務ということがきちっとやっていくこと、そのことをですね、国民の方々にも、また政党、閣議にもですね、いろんな従来の立場の流れがあると思いますが、しっかり理解をしていただくことがですね、私は非常に重要なことであるというふうに思っておりまして、これはもう国会の出させていただきましたから、各党、各会派にですね、まあ、それぞれの国会の責任者にお願いをしているというところでございます。はい、時間経過しておりますので、これで自見大臣の記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。